材を使った、ビッグシルエットの、T シャツをご紹介していきたいと思います。TC ソフトトリコットというですね、かなり、見た目にもシャキッと感のある素材、これが非常に特徴的な素材だとは思うんですけれども、まあ、通常のいわゆる T シャツの生地、レンジクではなくてトリコットという縦編みの生地で、このトリコットというのは結構その張り感を出すというのが特徴の、編み方になるんですけれども、そちらの素材を用いて、通常のサイジングよりも少しこう、緩やかなビッグシルエットにして、仕上げているところが特徴になります。で、本当にこうシャツのような、シャープさ、シャキッと感のある素材ですので、シルエットの見え方もなんかこう半袖のシャツのような、シルエットになっているのが特徴です。で、素材的にも非常にまあサラッとしているので、着用していて非常に涼しいですし、シルエットをこういうふうに立体的に描き出してくれるので、まあ、本当に肌へのベタつきも少なく、1枚でめちゃくちゃシンプルなデザインにはしてるんですけれども、まあ、すごくこう個性を出してくれる、アイテムになってます。で、ビッグサイズとはいえ、僕今 169cm、63kg でサイズ2を着用してるんですけれども、まあ、かなりこうやって見ると身幅とかこの辺の出回りとかは、幅を出してで、まあ、ドロップショルダーに仕上げてるんですが、丈をやっぱりこれもですね、他の T シャツだったりもそうなんですけれども、そんなに長くせずに本当にこう正方形のボックス型のシルエットにすることで、バランスをとっています。決してこうルーズにならないで丈感ですっきり見せるってことができるアイテムですので、まあこのようにショーツで合わせてもいいですし、まあ、細身のパンツでも、ワイドパンツでも、コーディネートしやすいアイテムに仕上がっています。で、他の、柄もですね、別のスタッフの、コーディネートとともにご覧いただきたいと思います。はい、こちら、181cm、56kg のスタッフが、サイズ3番着用しています。で、まさにこれが本当にワイドシルエットのパンツと合わせた、スタイリングになるんですけれども、こういう合わせ方をしても非常にバランスがよく、仕上がっております。本当に大きいサイズのアイテムって、背の高い人は似合うのはもちろんなんですけども、背の低い僕みたいなタイプでも割と似合いやすいので、本当にこうスタイリングとか、まあ、それこそ性別も選ばずに、かなりボーダレスに着用できるんじゃないかなと思います。で、このカラーともう一色が、ブラックになるんですけれども、こちらになりますね。で、まあ、先ほども申し上げた通り、かなりまあシンプルでミニマルな仕上がりですので、まあ、カラーで、すごく印象が変わるような、形になってます。なので、まあ、複数色持っていても、損のない、非常にこう夏場なんか特に使いやすい、1枚着として使いやすい、T シャツに仕上がっているんじゃないかなと思います。